HOT、ムンヒジュン、トニーアンの酒癖の悪さを暴露。よって会社代表に SM エンターをくださいと懇願。韓国バラエティ番組で HOT、トニーアン、40の泥酔エピソードを。ムンヒジュン、40が暴露した。27日夜に放送された KBS2 バラエティ、ハッピートゥゲザーシーズン4には、ムンヒジュン、トニーアン、以上、HOT、ナウン、アピングック、らが出演し、トークを展開した。トニーアンと親しいチョセホは、トニーは、酔っていない、と言いながら、スレで肉を焼いていた。とエピソードを披露した。これを聞いたムンヒジュンは、HOT 再結成の話が出た時、SM エンターテインメントのイースマン代表と食事をした。当時、トニーはワインをたくさん飲んで酔ってしまい、SM をください、とイ代表へ懇願していた。と暴露。また、ムンヒジュンは、トニーの発言に、イ代表は、君にあげようと大きくした会社だと思っているの。そうではない、とはっきりと答えた、と回想。これに、トニーアンは、それ以降、イ代表は僕の電話を取ろうとしない。と明かし、出演者を爆笑させた。